はい、今回もですね、昔自転車旅をした時に撮ったビデオと写真を使って動画を作っていきますので、大手町からお送りいたしますよ。ターゲット層はこんな感じでございます。地下鉄のね、東西線のね、大手町から乗り換えて出発地点に向かうところでございます。ポリシーを持って動画を作っているのでよろしくお願いいたします。小湊鉄道に乗り込みますよ。さらに輪行して進んでいきます。2013年11月11日から12日の自転車旅を紹介いたしますよ。7週目の13でございますよ。よろしくお願いいたします。自転車旅でこの電車に乗ることになりました。ご覧のようなところを通っていきますよ。養老渓谷まで行きます。そこから自転車旅のスタートでございます。ご覧のようなところも通りますよ。ガランとした車内の中、輪行をしていきます。次の日も旅をしますよ。竹岡駅とかね、そういうところに行きますよ。輪行しますよ。そしてご覧のようなところを通って袖ヶ浦駅から帰りますよ。よろしくお願いいたします。ご覧のような場所の付近も通っていくのでよろしくお願いいたします。古い車両の中揺られながら行きますよ。地図を紹介いたしましょう。養老渓谷をスタートいたしましてですね、自転車でですね、君津市に入ってですね、君津市役所とかを通って北上しましてですね、そして袖ヶ浦駅の方まで行ってから内陸に入って、そして東横田という駅から輪行して木更津経由で君津駅まで来て一泊して、そして次の日は富津市の方まで行って、でまた輪行して、そして市原市からですね、袖ヶ浦まで自転車で行って帰ってくるという、そういうコースになっております。行きますのでよろしくお願いいたします。さあ、東海という駅にやってきましたよ。さらにこの駅から降りて、養老渓谷駅から降りて、自転車旅のスタートでございます。古めかしい駅ですね。これはこれで美しいですね。ディーゼルカーの列車が走って去っていきます。足湯もある駅なんでしょうか。足湯の看板も見れますよ。さて、ビデオの映像に行きましょう。ここから今日の自転車旅の始まりでございます。木がたくさん生えておりますね。観光用の看板や地図がありますよ。商店の前で腹ごしらえをしたんですよね。後で写真で大福が出てきますよ。豆大福でございます。小湊鉄道のレールを見ながら自転車旅のスタートでございます。息がはは言っております。上り坂をずっと登ってきましたね。いい感じの木々が並んでおります。さらに坂を登っていきましょう。ご覧のようなトンネルを抜けてきましたよ。周りは木ばっかり、山の中の道でございます。11月の冬になりかけている、そんな季節でございます。晩秋の自転車旅でございます。空が開けてきましたね。谷底に
壊れた足場のような歩いていく橋のようなそんなのが見えましたね。カモも泳いでおります。嵐が壊したのでしょうかね。周りは山に囲まれております。気になってカメラで水鳥を追いました。水鳥が水の中に潜っていきました。魚は取れなかったようでございますね。また潜っていきます。さて先に行きましょうかね。次のポイントにやってきましたよ。この辺はですね、こういう谷底にダム湖のような水があるんですよね。空が薄暗くなってきましたね。さらに自転車で先に行きましょう。少し広い幹線道路を通って神社の前を通って住宅街を越えていきますよ。大宝ミミズでございますね。アスカさんが命名したという大宝ミミズでございます。アスカさんが命名したわけではないんですけどね。大きなミミズでございます。これで魚を釣ってみたいとも思ったんですけどね。さてさらに進んでいきますよ。トンネルが見えてきました。はあはあと息を切らしながら自転車を引いて登っていきます。静かな場所ですね。車の数も少ない、そんなような景色の中、トンネルの方へ向かっておりましたね。そしてトンネルはもう抜けております。さらに自転車で先に行きましょう。さらさらと川が流れておりますよ。心地よい音を立てて、草むらが広がっておりますね。遠くの山々のラインもなんかいい感じでございます。空はどんよりと曇っております。冬の田んぼの風景の中、自転車旅でさらに進んでいきますよ。何気ない風景の中、自転車でさらに先に行きましょう。静かな場所ですね。家も建っているようなそんな街並みの中、さらに先に行きましょう。冬の田んぼでございます。広がっております。空が広いですね。大きな通りにやってきましたよ。どこかの市役所でしょうか。そして先に進みましょう。線路が見えてきましたね。もしかするとこれは内房線かな。山田電機発見、検索数増えるかな。セブンイレブン発見。港でございますね。漁船が並んでおります。海は見当たらない。
内海のような入り江のような、あの遠くに見える橋は木更津のシンボルでございます。水辺にはカモのような鳥も泳いでおりましたね。バス停発見でございます。静かに川が流れております。空が晴れてきましたね。美しいですね。トラックとか車がだんだん多くなってきました。袖ヶ浦市役所でございます。住宅も広がっております。天気がまた悪くなってきました。暑い暑い分厚い雨雲が接近してきておりますよ。この門の屋根で雨宿りでございます。ここからは写真を紹介いたしますよ。時間的には前後いたしますのでよろしくお願いいたします。養老渓谷の近くの商店で買った豆大福でございます。初日の朝の風景でございますね。1日目に撮った写真をまとめてここで見ていきましょう。冬の田んぼが広がっております。ちょっとぼやけておりますね。ごめんなさいね。川の景色でございますよ。大雨が降ったと時にその後に撮った写真でございます。大雨が降るとビデオ撮影はできなくなってしまいますよ。田んぼが広がっております。空がだんだんと天気が良くなっていきます。路面はまだ濡れたまんまでございます。湿っぽい景色でございますね。また空が曇ってきました。いい感じの神社でございます。路面が濡れておりますね。バックパックにもレインコートをかぶせて自転車旅は続いていきます。いい感じの夕暮れ時でございます。住宅街を抜けて進んでいきます。だんだんと暗くなっていく中、何気ない風景をさらに進んでいきます。寂しい風景になってきましたね。早く今日泊まるところにたどり着きたい、そんな気持ちが伝わってくるようでございます。でも自転車旅には夢中になっておりました。行けるところまで行きたい、そういう思いも伝わってきますね。赤い明かりが何とも哀愁をそそりますね。この時書いた詩でございますよ。街角にやってきました。空は本当ならまだ明るい時間帯ですが、分厚い雲に包まれております。これはですね、ローカル線の駅ですね。木更津から伸びてるあの線ですよ。ちょっと出てこないな。くるり線ですね。そしてこれはおそらく木更津の駅だと思うんですけどもね。どうでしょうか。どうでしょうかね。君津駅の近くのネットカフェでこの夜は泊まりましたよ。養老渓谷をスタートいたしましてですね、自転車でですね、君津市に入ってですね、君津役
吉見津市役所とかを通って北上しましてですね、そして袖ヶ浦駅の方まで行ってから内陸に入って、そして東横田という駅から臨行して木更津経由で君津駅まで来て一泊して、そして次の日は富津市の方まで行ってまた臨行して、そして市原市からですね袖ヶ浦まで自転車で行って帰ってくるという、そういうコースになっております。的には袖ヶ浦に行きますね。2日目の朝でございます。川の上の橋の上から景色を撮っておりました。冬の田んぼ、小鳥のさえずり、そういうような景色の中、さらに先に進んでいきます。マンションのようなアパートのような建物が今見えましたね。交通止めの道、ルート変更でございます。どっちから行こうかなと考えているところでございます。どこかの市役所でしょうか。文字が小さくてちょっと読めませんでした。ごめんなさいね。消防署が見えますね。いい感じの路地に入ってきましたよ。すすきもこれはこれで綺麗でございます。静かな風景の中、さらに先に進んでいきましょう。山の形も美しいね。冬の田んぼが広がるような、そういう景色の中、さらに進んでいきましょうね。何気ない風景でございます。ここでも冬の田んぼの姿が広がっております。高圧電線の鉄塔も立っております。また坂を登ってちょっとした峠を越えていきます。水が溜まっております。貯水池でしょうかね。ここでも田んぼが広がっておりますよ。いい感じの景色でございます。さらに先に進んでいきましょう。神社がここにありますよ。さらに先に行きましょう。大きい通りにやってきましたね。車の数も増えてきましたよ。商店が立ち並ぶところにやってきましたよ。さらに先に行きましょうね。川が流れておりますよ。結構大きめの川で、河口付近でございますね。東京湾の海も少し見えております。線路が見えましたね。内房線の単線のレールでございます。東京湾に沿って南を目指します。対岸に見えている景色は神奈川県かもしれませんね。どうでしょうか。線路脇の道にやってきました。
いい感じに電車は通らなかったようでございますね。さらに先に進んでいきます。道をトンネルを抜けてやってきましたよ。車に気をつけてくださいね。さらに先に進んでいきます。とある駅にやってきましたよ。住宅も広がっている。ここから輪行いたしますよ。まだ今日は旅は終わりません。前回の市原市まで行った時の自転車旅とルートをつなげるためにそのところに今から向かうところでございます。ゆったりと駅でビデオ撮影をしておりますね。本来だったらここはカットしてもいいんですけども、まあのんびりとしたね駅の風景をねのんびりと眺めてもらいたいわけですよ。忙しい人が忙しく見るための動画ではちょっとないんですね。ごめんなさいね。電車がやってきましたよ。反対側の通過電車特急でございます。おそらくさざ波号でございますね。昔はですね、京王線がない時代は総武線の方まで行っていたんですけどね、今は京王線経由で東京駅は一番地下の不便なところから出発しておりますよ。まだまだ電車は来ない。駅の中でのんびりと過ごしております。駅からは東京湾が見えましたね。少し長い時間を待って自転車輪行旅をします。この電車に乗っていきますよ。竹岡駅から輪行しますね。ちょっとね、写真とビデオで前後関係が逆になっていますが、こちらはね、五井駅までやってきました。五井駅からまた小湊鉄道に乗り込んでいきますよ。この旅で乗るのは2回目でございます。ご飯の飯に給食の給と書いて板部と読みますね。板部駅までやってきましたよ。ここからつながってないルートをつなげていきますよ。よろしくお願いいたします。電車が消えていきます。電車ではないですね、ディーゼルカーの電車でございます。さて自転車で再スタートになります。どっちに行くのかな。今見えているのは変わったトイレでございますよ。黒っぽい壁に囲まれたのはトイレでございます。ガラス張りのトイレがねあの中にあるんですけどもね、当時この旅をしている時は有名でございました。今はきっと誰も知らないと思います。
さらに自転車旅で先に進んでいきましょう。小湊鉄道のレールを見ながら先に進んでいきます。いい感じですね。道路と線路の間に柵のようなものはないですね。これも小湊鉄道の駅でございます。田舎の雰囲気を味わうことができる何気ない駅でございます。ディーゼルカーの列車が1両編成で姿を現しましたね。いい感じで電車が過ぎていきます。ディーゼルカーでした、ごめんなさい。そして何気ない風景の中、さらに自転車で先に行きましょう。大きな池のような湖のようなものが見えましたね。今ちらっと見えたのも駅でございます。ダム湖のようなところにやってきましたよ。さらに先に行きましょう。静かな風景の中、さらに先に進んでいきます。車の数が少ないですね。おっと、畑にいい感じに野菜が育っております。トラックが過ぎていきます。車が走り抜けていきます。商店が立ち並ぶようなそんな街並みにやってきました。いい感じの建物も並んでおりますよ。ちょっとごめんなさいね、見にくいですね。神社のようなところの前を通っていきます。なるべくね、来たところの風景を撮りたいと思って撮っておりますよ。踏切際の交差点、結構面白いっていうか、めったにないですよね。住宅もあるし、田んぼのようなところもある、そんなような景色の中、さらに自転車で進んでいきます。また天気の方が心配な感じになってきましたね。早いところ先に進みたいという気持ちになってしまいます。静かなところにやってきましたね。何気ない風景の中、さらに先に進んでいきます。ちょっとした山を越えたり、そんな感じですね。眼下には住宅街が広がっております。そしてこの駅から今日は帰りますよ。僕の記憶が正しければ袖ヶ浦駅でございますよね。はい、今回もいい旅でございました。1泊2日の自転車千葉県の旅でございましたよ。小湊鉄道、内房線、それらのローカル線の姿も印象的に残る自転車旅でございました。養老渓谷をスタートいたしましてですね、自転車でですね、君津市に入ってですね、君津役
君津市役所とかを通って北上しましてですね、そして袖ヶ浦駅の方まで行ってから内陸に入って、そして東横田という駅から臨行して木更津経由で君津駅まで来て一泊して、そして次の日は富津市の方まで行ってまた臨行して、そして市原市からですね袖ヶ浦まで自転車で行って帰ってくるという、そういうコースになっております。袖ヶ浦駅までやってきました。旅は111日目になりましたね。277区市町村旅を続けております。ご覧のような町も今までの旅で通っています。この旅はですね、のの字を描きながら旅をしております。すでに6週までが終わっておりますよ。今旅をしているのは第7週目の終わりの方でございます。今回の旅で7週目の富津市242までやってきましたよ。噂の一晩、単なる一晩、噂の一晩、ケチャップおじさん。はい、今回も自己紹介がてら僕が昔書いたブログを紹介いたしましょう。気になった人は検索をお願いいたします。ここに映っているのが僕なんですね。よろしくお願いいたします。何がお帰りだよ、アポロシアターだってさ。何が言いたいんですかね。何が言いたいのかね。宴会だってさ。こんみゃちょっとさ、抱かれてほしいよ夢まで。写真を見て書いたしでございます。この辺で今回もさようなら。